今回は東京の赤坂見附駅から東京駅まで歩きます。距離は約5キロ、時間は約1時間となっております。ただですね、東京駅の後に電車で新宿に行き、ふらふらとしたりしたので、まあ1日の合計ですと約10キロ歩きました。皇居などね、行ってきたりしましたよ。あとは国会議事堂とか、日本のね代表の建物たちを見てきました。あとはね、いくつかの建物の中などにも入ってみたり、東京らしい一日で、今日は風が強い日になります。今日はですね、東京の赤坂見附に今います。でもね、ここはそんなに見るものがないかもしれませんね。そしたらまた別のところに行こうと思います。はい、今面白いものを見つけました。こちらがバイクを借りれるという。ここは東急プラザ赤坂なんですけど、バイクをアプリで予約して利用できる。バイクを広げて、もう電源オンでお出かけ。バイクの返し方も、あ、どこでもいいみたいですね。返却予約をして、まあ、ヘルメットと電源オフにしてね、折りたたんで返すと。すごい、自転車かけかと思ったら、こんな感じでね、オフィス街とかだと思うので、詳しくないんですけど、ね、特に、ね、何かがあるというわけではない赤坂見附です。静かですね。ホテルとかはでも結構ありますね。ここにはアパホテルが、サンマルクも隣にね、カラオケもあります。あっち側だとなんだろうね、さっきは薬局が見えたりしました。あとはカラオケ、まあコンビニですね。あとは赤坂見附は大使館とかもね、いくつかあるそうです。こちら入り口になりますね。国立国会図書館、こちら入り口です。いやー、大きいですね。こっちからタダーンとね、まあ入り口ここにあるんですけどね、入ってから長いね。ね、運動させるのが好きなお国でございます。いやー、私と気が合いそうですね。そしてあちらに見えるのが国会議事堂ですね。今日はなんか話し合ってるのかな、どうでしょうね。ポストもあります。今まで何度かこちらね歩いたことあったんですけど、これは初めて見ました。憲政記念館ですね。まあ、美術館とかのような、博物館のようなところで言うのでね、ウィキペディアじゃないや、Google マップには出てきました。展示室、資料展示室などねがあるみたいですね。9時半から5時まで開いていて、まあね、まず電車が休み、あと入館料は無料です。ほう、優しいじゃないですか。さ、お旗様がねあって、はい、憲政記念館ですね。こちら行ってみますか。じゃあちょっと一瞬入ってるかな、全部憲政記念館到着ということでですね、受付。で、駐車場かな。すみません、このカメラね、私ズームの仕方がわからないのでできないんですけど、あちら、尾崎幸雄さんでですね、こちらに英語での説明がね書いてあって、まあ、とこちらが日本語でね、すごいですね。こちらの方は、まあ、皆さんは知っていらっしゃるのかな、私はちょっと詳しくなくてね、恥ずかしい。国会開設以来の、連続当選25回で63年間と、すごいですよね。今後このような方が現れるのかといったら、確率は大変ね低いことでしょう。
てね、はい、こちらでね、彼らも元気に過ごさせていただいてますね。ゆきおさんがいれば何も怖くないというような顔をしてます。建物も低くていいですよね。入り口はこちらです。ですね、もう今2月の終わりなんですけどね、桜が咲いていたのでね、ちょっと見ようかなと思いました。こちらさっきの京成記念館から進んだところです。でね、いやまたもね、ちょっとね、アップにできないのが惜しいな。あちらの時計わかりますかね、旗と同じ色になってるんですよ。外側が、白で、中心地が赤でね、日本の旗となっておりますね。色合いが、はい、桜です。いやいいな、こうね、やって春を感じるのっていいですよね。隣の木は欅と河津桜ですかね。あんまりここぐらいでね、まだあまり咲いてないですけど。さあ、そして、ね、こちらには、はい、国会議事堂です。よく見ますね、これはテレビで。警察もちょっと1台ね、止まってるというかっこいい写真が。今日はね、静かな日なんだろうな。特に何もなさそうですね。こっちの信号がね、青になるとね、こっちもやっぱ確かここの道あれですよね、紅葉が綺麗だった気がするな。そして、ね、いやー、私ね、晴れ女なのかな、いつもいつもいい天気ですわ。まあ、そういう日を狙ってるというのもあるんですけどね。ちょっと青になりそうなので写真からね、見てもらいたいと思います。さあ、でもね、このタイミングでね、全部青信号だからね、綺麗な写真を撮るというのは大変難しいですね。ではでは、皇居に向かいます。こちらはですね、国土交通省になります。あとね、いろいろとこちらの方にはね、そういうね、大きな建物が多いですね。海上保安庁とか警察総合庁とかね、いろいろとあります。さあ、もうあちらがね、皇居になりますね。この後は信号を渡るだけです。この辺の交差点はね、国会前になりますね。じゃあっちの赤レンガは法務省になります。で、こちらが皇居になります。あと、第二皇居ランやってる方はね、今日も多いです。皇居の駅といったらこちらですね。だったかな、はい、桜田門になります。こちらにですね、交番あります。で、関門とか行って、こちら桜田門になります。1961年に、重要文化財ね、指定されたというのを、先ほど読みましたと。こういうとこでね、嘘はつけないです。大きいな、何メートルぐらいあるんだろうな。ね、こちらに、はい、旧江戸城外桜田門、ちょっと読み方ね、現在は、ね、桜田門と呼ばれてますか。正式にはこの外桜田門というそうですね。で、もうちょっと近いやつを、桜田門桔梗門に対してこう名が付けられましたなどなどと書いてあります。古くこの辺りを桜田港と呼んでいたことに由来しますと。こちらにね、英語でもね、詳しく書いてあってね、こちら絵でも書かれておりますね。はい、あちら国会議事堂、さっきの時計もね、見えます。で、ここが、はい、桜田門です。通ります。あ、ここに書いてあった。で、こちらもう一丁
とは思えないような服装でと思ったらね、足を止め旦那さんと合流でしたよ。ちょっと面白かったですね、私的に。で禁止事項ね、今ねこういう日の問題多いので、うちはガタガタな階段、はい、直しているそうですね。あともう木がね、いやまだ見えない、いや都会って感じしますね。東京カーマックスな高い建物のみの世界。あ、ここにも書いてあるな、桜だもん。人持ちたち行かないと見えませんね。よいしょ、はい、こうやってね桜田門ゲート、はい、東京らしい建物ですね。ここそこら辺が日比谷駅で、こっちティファニーがあって、じゃあ建物の中が入れるようなのでね、中が入れるというか、ね、ここは通れそうなのでちょっと通れる。レストランとかですね。あ、嘘だ、こっち通れないかもしれない。あそこ美術館もあります。三菱とか、はい、こちらにはね三菱 UFJ 銀行、たったたー、いやこれは本当に大きいですね。で、東京駅の JR なんか、あ、ここに駅があるんだ。こちらね、TOKIA というところにいます。東京ビルディングの TOKIA 2階ですね。いろいろとレストランがあるんですが、ちょっと見えないかな。こちらは TOKIA の1階にあるものです。わかりやすくね、検温について説明されています、ね、温度が高くなかったらそのまま入れるけど、温度が高かったら、はい、帰ってくださいというものです。はい、東京駅です。正面からじゃないですけど、ここには郵便局が入ってます。こちら東京駅のさっきの、ね、外観で、こちらは、ね、中になります。来たことありますかね。新幹線とかも、ね、あるから来たことある方は多いでしょうね。 JR ならこちらを使用。新宿向かいます。トイレもあります。はい、新宿駅です。新宿駅です。新宿からこう来るとなんか新しい道が、一つのレストランかな、鉄板焼きとかいろんなお店が入って、で有名な通りですね。新宿ドンキホーテで、あっちにインフォメーションとかあります。ギャップもカラオケ館とかいろいろとあります。新宿駅で、アディダスショップ、ジョジョ園、ザラ、青山、一人一人に寄り添っていこう。私の仕事は今日は放射天国なわけではないのか。
いやーちょっと今日寒いですね。ロッテリアとかいろいろとねやっぱりありますね。いただきます。こちらはグリルハンター新宿店です。頼んだものは手ごねハンバーグステーキ&当店名物牛肉鉄板パスタライス&スープ付き891円プラス税となっております。それに私はドリンクとサラダのセットも注文しました。いやー見てわかりますかね、とっても暑いんですよ。私ね猫舌なもので美味しいと思いながらも暑いとなっておりました。そして今手に持ったものはハンバーグ用の醤油と言われましたよ。ちょっとかけ方下手くそですね。なのでね本当にサラサラしております。ハンバーグ自体はとてもスパイスが効いているのでね、何もつけなくても美味しいです。下に敷いてある白い紙にねどうやって食べるといいかなど書いてあります。そして白米にパスタがついているので炭水化物炭水化物ハンバーグと牛肉ということで肉肉。そしてこちらはマンゴーラッシージュースです。とってもお腹いっぱいになるセット。ここで食べてきて私はこれを食べました。お店はこちらです。地下になりますね。お店は、はい、美味しかったです。隣はラーメン屋さん。ただいまです。お家の方に帰ってきました。先に帰ってきちゃいましたね。夜で外で撮影するのを忘れてしまいました。今日のルートは赤坂見附から永田町、永田町から東京駅、そこから電車で新宿駅まで行って、新宿駅ふらふらして夜ご飯食べて、夜ご飯食べてって言いたかったんですけどね、その日一食しか食べなかったんですよね。お昼食べると思ったらなんかね、ふらふらが時間かかっちゃって夜になっちゃいました。で、家に帰ってきました。10キロぐらいで、1万5千歩ぐらいです。足は疲れてないです。今日はね、ランニングシューズとかではなく、もうちょっと、何ですかね。普通のお出かけ用の靴で出かけました。コンバースみたいな靴で出かけました。けど、疲れてないです。よかった。ということでね、今日のウォーキングはこちらで終わりになります。そして皆さん一つ、神奈川県か東京で、ここ歩いてみたいなとか、歩いてほしいなとか、あとはここおすすめですよっていう場所があったら、よかったらコメント欄にね、コメントしていただけると嬉しいです。ではこちらで終わりになります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。